絶対に拾うことのできないアイテム、隠されているアイテムを探すときに使うダウジングマシン。ルビーサファイアエメラルドではアイテムがある方向に主人公が振り向きます。エメラルドにてサファリゾーンの東側に譲渡のポケモンが出現するエリアが追加されましたが、その南の方に行ってみましょう。右側にアイテムが埋まっているようです。木に密着してみると相変わらず右を向きます。これ実は木の中のこの位置にアイテムがある設定になっていて、絶対に拾うことができません。ところが日本語以外のエメラルドだと草むらの形状が変更されていて、草が生えていない部分に反応するようになっています。拾えるアイテムは回復の薬、内部データ上では日本語版でも同様です。ちなみに初代だとこういった例はいくらでもあります。